コロナ禍でテレビばかり見ていた人は皆歩けなくなってしまったテレビを信じて行動を自粛した高齢者の皆さんの両足は小枝のように痩せ細ってしまったのだテレビとは家庭に最低1台ある殺人装置であるテレビを見れば見るほど脳と心と体の老化は早まる見れば見るほど認知が歪み思考は停止うつ病認知症のリスクが高まるのだ 皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのたけみです。今回は精神科医、和田秀樹先生が書かれた。 テレビを捨てて健康長寿、ボケずに80歳の壁を越える方法をご紹介していきます。この動画で興味を持っていただけましたら、概要欄のリンクから、ぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速楽しみながら、本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で、テレビを見れば見るほど、認知が歪み、思考は停止、ボケや老化が急速に進むということについて、 2件で、テレビ情報は間違いだらけ。テレビは最悪の洗脳、殺人装置であるということについて。3件で、それでもテレビを捨てられないあなたへ、脳と体を壊さない付き合い方を教えようということを解説していきます。それでは早速1件の、テレビを見れば見るほど認知が歪み、思考は停止、母規や老化が急速に進むについて解説していきます。さて本書のタイトルは、 テレビをを捨てて健康長寿、ぼけずに80歳の壁を越える方法です。このタイトルにね、現れている通り、この本では、テレビを捨てましょうよと、脳と体を壊さないために、テレビとの程よい付き合い方を身につけましょうということが提唱されているんです。それは、和田先生のような、医師の立場から見ると、テレビには数々の問題点が潜んでいるからに他なりません。後ほどね、詳しくお伝えしていくわけですが、例えば、 テレビを見ることによって洗脳されてしまう。間違った情報を入手してしまう。平均余命が短くなる。死亡リスクが増加する。脳と心と体がテレビによって蝕まれてしまう。 筋力が低下する、うつ病のリスクが上がる、脳と心が老化するなどなど、本当に信じられないぐらいたくさんの悪影響がテレビを見ることで私たちにもたらされてしまいます。こういったデメリットがあるからこそ、テレビは家庭に最低1台ある洗脳、殺人装置であると著者は言っているわけなんです。 番組制作の裏事情を理解して付き合わないと認知が歪み思考は停止見れば見るほどうつ病、認知症、要介護状態のリスクが高まってしまうんです。さてこのように言うと いやいや、さすがにそれは言い過ぎでしょと、テレビ見るぐらいでそんなに悪影響出るんですかと、思う人いるかもしれません。確かに、テレビというのは私たちにとってあまりにも身近にある存在だから、テレビがめちゃくちゃ健康に悪いと言われても、なかなかピンと来ないかもしれませんが、本書で強調されているように、 テレビというのはこれほどまでに私たちに壊滅的な悪影響をもたらしてしまうというのをまず最初に抑えておいてほしいです。逆に言えば。 テレビを捨てることによって、こういったリスクを回避することができ、私たちはボケずに楽々と、80歳の壁を越えることができ、健康的に長生きすることも可能となるでしょう。実は私もね、以前このチャンネルの動画で、テレビを見ることで、死亡リスクが上がるという研究をご紹介したことがあります。テレビを見るときって、私たち大抵座って動きませんよね。テレビを3時間見るのならば、3時間座りっぱなしになるわけです。 この長時間座りすぎるという習慣が極めて極めて体に悪いんです。特に高齢者に関して言うと、テレビの前でずっと座っていることによって、筋力がどんどん衰えていき、その筋力の低下によって、信じられないぐらい大きな悪影響がもたらされます。 ですので、私の個人的な意見としてもね、和田先生が言っているように、テレビを捨てるとか、テレビと賢く付き合う術を身につけるというのは、極めて重要だなぁと思っています。とにかくまず、何気なく普段見ているテレビというのは、非常に恐ろしい装置であるということを、抑えておきましょう。とはいえ、これを聞いている人の中で、比較的年齢の若い方であれば、私、あまりテレビ見ませんという人がいるでしょう。 実際、数々の Web サービスが展開されるようになったことで、若い年齢層のテレビを見る時間が少なくなっている傾向にあります。これは、テレビを家庭に最低1台ある殺人装置だと考えている著者にとって喜ばしいことなんですが、その一方でね、残念なデータもあります。なんと、2017年に行われた調査では、今も70歳以上の高齢者は、 一日あたり約6時間もテレビを視聴しているということが明らかになっているんです。つまり、高齢者こそがめちゃくちゃテレビを見ているわけです。だから、高齢者が特にテレビの悪影響を受けやすいということになります。高齢者ほどテレビに注意せよということです。まあね、私たちの肌感覚としても、若者よりも高齢者の方がテレビを見ているといったイメージがあるでしょう。高度成長期に到来したテレビ全盛期 時代そしてテレビ漬けだった昭和の日本人簡単に言ってしまえば60年代から80年代にかけては10人の日本人がいればそのうち7人8人はテレビに夢中になっていたまさにテレビによる洗脳の時代と言えるでしょうこういったテレビ全盛時代を経験している今の高齢者の方はなかなかテレビを見るというのが当たり前になっていて テレビの悪影響に気づいていないかもしれませんが今回の動画を通ししっかりテレビの恐ろしさを認識しテレビを見る時間を少しでも減らしていただきたいと思うんですではここまでねざっくりとテレビの悪影響を解説してきましたそれではここからはもう少し深掘りしてテレビを見続けるとどうなってしまうのかということをお伝えしていきますここから紹介したいテレビの滞在は次の3つですテレビの滞在1 あなたを健康格差の底辺に転落させる。2認知が歪み思考は停止、僕や老化が急速に進む。3聴覚を破壊する。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきましょう。まずは1つ目のテレビの滞在あなたを健康格差の底辺に転落させるから解説していきます。さて著者は長生きしたければ。 テレビは見るなとおっっしゃっています今後国民全体の3人に1人が65歳以上となる超高齢化社会が訪れた時に今までどおりテレビにかじりついている人は間違いなく健康格差社会の底辺に転落してしまうでしょう。格差とというと真っ先にお金持ち 貧乏人といったお金による格差や学力の格差を思い浮かべる人が多いかもしれませんが実はもっと残酷な格差がありますそれこそがこの健康格差です健康格差が存在する場合学力の格差以上に残酷な結果の格差をもたらします例えば 学力について言えばかなり優秀な人と全く勉強ができない人の IQ のギャップはどれだけ大きく開いても生前いい70から130ぐらいの幅に収まります。しかしこれが健康尺度にすると全く変わってしまうんです。 特に健康格差が色濃く出てくる65歳以上の世界で言えばそのキャップは天と地ほどの差が生まれてしまいます例えば歩ける人歩けない人自分一人で生活できる人できない人好きなものが食べられる人病院食しか食べられない人 点滴でしか栄養を取れない人といった具合に信じられないくらい大きな健康格差が生まれてしまうんです。格差というとお金や収入の格差ばかり気にする人がいますが実はそれと同じぐらい個人の人生を左右するのがこの健康格差なんです。そして収入格差と健康格差は大きな性質の違いがあります。収入のギャップは 個人の努力だけでは埋めることができません。皆さんご存知の通り、どんなに一生懸命努力しても、みんながお金持ちになれるわけではないんです。しかし、幸いなことに、健康格差のギャップは違います。健康格差は、個人の努力や生き方によって、幅はありますが、基本的にはほぼ全員の人が、そのギャップを努力で埋めることができるんです。収入や学力と違い、努力すれば、 必ず結果が出る世界なんです。ところが、その健康格差を埋めるのを邪魔してくる邪悪な洗脳装置があります。それこそがテレビです。テレビの第一の悪は、人を座らせたままにすることです。様々な研究でデスクワークの弊害や、座りすぎることの弊害が指摘されております。実は 人間の体にとって座りすぎるというのは非常に不自然な行為でありなんと座りすぎていると死亡率が上がってしまうという恐ろしいことが研究によって明らかになっているんです。 ですので、私たちは部屋に閉じこもらずに、外に出てね、しっかり体を動かすべきなんですが、テレビはあなたに次のように囁いてきます。あなたは動かず、じっと画面を眺めて楽しんでください。この囁きに従い、ずっと動かずに座っていると、とんでもないことがあなたの体に起こってきます。私たちの体を構成する筋肉の多くは、下半身についています。 最も大きな筋肉は足の太ももですしふくらはぎは第二の心臓と呼ばれるほど重要な部位ですですがテレビをダラダラと見て座っていると下半身の血行がどんどん悪くなりますそれが極端にに悪化すると俗に言う エコノミークラス症候群を発症することになります。長時間にわたって血流が停滞した結果、血栓ができ、それが肺の静脈に詰まると重症化し死に至るケースすらあります。エコノミークラス症候群というのは別に飛行機に乗っていなくても自宅でも起こりうるものですから予防としてテレビを見る時間を区切って軽い体操やストレッチ運動を挟むようにしましょう。 また、テレビをずっと見続けるような生活を送っていると当然のことながら、筋肉を使わないため、筋肉がどんどん衰えていきます。その結果、要介護状態一歩手前のフレイルに陥ってしまう恐れがあるんです。フレイルとは 心身の機能が大きく低下しつつある体が弱っている状態のことです身体的機能や認知機能の低下が見られ介護が必要な一歩手前の状態がフレイルでありますテレビをずっと見続けていると気づかぬうちに座りすぎてしまいこのフレイルに陥ってしまう恐れがありますそして フレイルになっても、さらにテレビを見続けていると、介護が必要になってしまう可能性が非常に高くなると推測できます。介護が必要な状態になると、もう取り返しのつかない状態です。生活の質が大きく低下してしまうことを免れることはできません。ですが、フレイルの段階ならば、努力次第で元の健康な状態に復帰することが可能ですから、まさに介護が必要になるかどうかの分岐点と言えるでしょう。 フレイルにならないために、あるいはフレイルから健康な状態へと、なんとか復帰するために、本書が提案しているように、テレビを捨てる、あるいはテレビとの上手な付き合い方を、私たちは身につける必要があるんです。3000人を超える人々を対象とした、10の研究の包括的なレビューによると、主に座りがちな生活を送っている人と比較して、より活動的な人は、アルツハイマー病を発症する可能性が、はるかに低いと結論 続けられておりますテレビを封印してより活動的になることはボケを予防してくれる素晴らしい効果があるわけですさていかがでしたでしょうかそれではここまでで1つ目のテレビの滞在あなたを健康格差の底辺に転落させるについての解説を終わりにして次に行きましょうそれでは次2つ目のテレビの滞在認知が歪み思考は停止ボケや老化が急速に進むについて解説していきますさてテレビは あなたの認知を歪ませ思考を停止させ僕や老化を急速に進めてしまいます頭も体も使い続けなければ衰えてしまうということは皆さんなんとなく知っているでしょうですが年を取るにつれて脳の前頭葉の機能が低下しその結果 いろんなことに対する意欲が低下してしまうため何をやるにもめんどくさいと感じやすくなってしまいますあだるいなめんどくさいなそこにつけこんでくるのがテレビなんですひとまずテレビさえつけておけば何かをやっているような気持ちになりますが本当のところ何もやってはいませんパジャマのまま着替えずにテレビを見るような毎日を過ごしていると脳と心と体の老化は進行するばかりですまた このような意欲が低下した人がテレビを見続けることはメンタルにも非常に悪く、うつ病の発症リスクが大幅に上がってしまいます。さらにテレビは視聴者の認知を歪ませ、うつになりやすい考え方にさせるような決めつけのオンパレードであるから注意が必要であると著者は言います。例えば、 テレビを見ていると敵か味方かの二分割思考に陥ってしまったり一部しか見ないで判断する癖がついたり相手の気持ちを決めつけるようになったり暗い未来が必ず起こると思い込むようになったり ある特定の出来事をまるで一般的な特徴だと思い込んでしまったりと様々な認知の歪みが起きてしまうと著者は本書の中で警告しているんですまあねテレビというのはテレビに都合の良い情報だけを発信したりとか必要以上に煽ったり必要以上にネガティブな情報を撒き散らしていたり視聴率を取るために偏った報道をしているのでそういったものをずっと見続けていると私たちの認知も 歪んんででししままうううというわけけなんですねぜひ気をつけていきましょうさていかがでしょうかそれではここまでで2つ目のテレビの滞在認知が歪み思考は停止ボギや老化が急速に進むについての解説を終わりにして次に行きましょうそれでは次3つ目のテレビの滞在聴覚を破壊するについて解説していきますさて 長時間テレビを見続けてていると私たちの聴覚が破壊されてしまうんです最近はね、一緒に住んでいる人への配慮や集合住宅という事情からヘッドフォンやワイヤレススピーカーでテレビ番組の音を聞いている人が少なくないようです。確かに。 こういったものを使えば誰の目も気にすることなく大音量でテレビ番組を楽しむことができます。しかし、こういったやり方を続けていると耳に次第にダメージが蓄積されていってしまうということは絶対に忘れないでください。私たちは年を取るにつれてだんだん耳が悪くなっていきますが耳が悪くなる一番の原因はね、加齢ではないんです。加齢よりも耳に悪いのは長時間にわたる強い刺激なんです。 ですのでテレビ番組を聴き続けていると皆さんの耳から加速度的に聴力が失われていく結果を招きかねませんまた聞こえにくいからといってテレビの音量ばかり上げていると今度は日常生活における他人との会話の音量に対応できなくなってしまいます聴覚にとってはテレビ番組のようなダラダラと永遠に続く刺激は悪影響でしかないと覚えておきましょう 耳がすでに悪くなってきている人は分かっていると思いますが、耳が悪いというのはね、生活する上でめちゃめちゃ不便です。耳が悪いことは様々なデメリットをもたらしますので、ぜひテレビを手放してあなたの耳を守ってあげてほしいです。 それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。ポイント1。テレビを見れば見るほど、認知が歪み、思考は停止、ボケや老化が急速に進む、さらに洗脳されてしまう、間違った情報を入手してしまう、平均余命が短くなる、死亡リスクが増加する、筋力が低下する、うつ病のリスクが上がるなどなど、信じられないぐらいたくさんの悪影響をもたらすテレビはまさに、最悪の洗脳、殺人装置と言える。 ポイント270代以上の高齢者は1日あたり約6時間もテレビを視聴しているということが明らかになっているので高齢者ほどテレビに気をつける必要があるポイント3テレビの滞在は次の3つ 1, 1あなたを健康格差の底辺に転落させる2認知が歪み思考は停止ボケや老化が急速に進む3聴覚を破壊するそれでは次2言でテレビ情報は間違いだらけテレビは最悪の洗脳殺人装置であるということを解説していきたいと思いますさて1言ではテレビが体や脳心に与える壊滅的な影響について詳しく見てきました まあこれだけでもテレビの危険性が十分に伝わり私もう今後テレビ見るの控えようかなと。 思思っっててくださっていいいるる人も結構いるかと思いますですがまだそう言われてもなかなかテレビを手放すのは難しいよと考えている人がいるでしょうそんな人のためにテレビに潜んでいるもう一つの問題点を指摘しておきたいと思いますそれはつまりテレビの情報は間違いだらけであるということなんですテレビが主な情報源であるという人は気をつけてくださいそれは間違いだらけですから例えば2019 昨年12月に始まり約3年となるコロナ騒ぎを振り返ると老年医学に携わる医師として残期の年に耐えないと著者は言いますワクチンを接種したものならば屋外で感染する可能性はほとんどないにもかかわらず多くのテレビ番組では自宅引きこもりや行動制限を求めテレビを信じて行動を自粛した高齢者の皆さんの両足は小枝のように痩せ細ってしまったんです コロナ禍でテレビばかり見ていた人はみな歩けなくなってしまいましたさらに感染リスクを避けるために家に閉じこもる生活は足腰や 認知機能のの低低下下免疫力の低下を招いいてしまいますあるいは心不全の持病を持っているのにテレビに洗脳されてコロナの恐怖に怯えるあまり決してマスクを外そうとせず苦しくて動けなくなってしまった方もいらっしゃいましたこれまで6000人以上の高齢者の患者さんを診察し老人ホームで高齢者の実態や身近な高齢者を30年以上見続けてきた老年精神医学の専門家である著者はコロナ自粛に に関するテレビの歪んだ報道の最大の被害者は高齢者であると言っていますそしてテレビ番組が視聴者の認知を歪めるような形で怪しげな報道を続けたのはコロナ問題に関してだけではありません 安倍元総理が殺害された事件やウクライナ戦争から異常な円安傾向芸能人の薬物報道までありとあらゆる分野に及びますまたネガティブで怪しげな情報必要以上に誇張した情報を報道した方が私たちの意識が強烈にそこに引きつけられるため視聴率が取れます そして、視聴率を取るのがテレビ番組の目的ですから、そういった情報ばかりになってしまうのは、まあ、ある意味当然のことと言えるでしょう。さらに、著者はテレビで刷り込まれる情報は、質の低いものばかりであると言います。著者は昔、よくテレビに出演していたそうですが、情報の質の低さに絶望し、次第にテレビ出演を避けるようになったと言います。例えば 著者が出演したある社会、政治問題を討論する番組では、出演前にプロデューサーに次のように言われたそうです。好きに話してもらって構わないのですが、 MC を論破するのだけはやめてくださいね。討論番組なのに論破するのが禁止ということは、要するに番組を作っている人々にとって都合のいい話だけをしてくれと要求されたわけです。また著者が出演した別の健康番組では認知症を予防する方法はそんなにありませんと正直に伝えたところ、 ディレクターかからら次のよううな驚くべき提案がさされれたそうです和田さんんこれ言ってもらえませんか医師でも医療関係者でもない彼らがネットだか怪しげな雑誌に載っていた根拠が薄い情報を医師である和田先生のコメントとして番組で放送したいと求められたそうですまたテレビには時間的制約や編集という問題もあります例えば和田先生がしっかりとメカニズムまで説明した正確な情報が 実際に放送で流れる時には15秒程度に短く編集されてしまっており視聴者に自分の正確な意図が伝わったとは思えなかったそうですまあこれはね結構有名な話で テレビは喋ったことの一部分だけを切り取られて放映されるのでテレビ制作者側にとって都合のいい発言だけを切り取って放映されることがありますその結果いやいやこれは全然自分の言いたいこととは違うよとか視聴者に 誤解を招くような放映になってしまうというわけなんですこれは結構テレビに出ている人も不満に思っているようで最近では youtube で自分のチャンネルを開設してそこで包み隠さずに自分の気持ちを伝えた方がテレビのように勝手に編集されないから良いと考えている人が多いようです 最近多くの人がこぞって YouTube のチャンネルを開設し、そこで発信しているのも自分の言いたいことをしっかり言える、編集などがないので誤解が起こりにくいといったことが大きな理由の一つとして挙げられるでしょう。 また、制作者側の言いなりに、無責任な発言をするコメンテーターにも注意が必要であると、和田先生は言います。例えば、テレビは何かというと、医学部教授を出演させたがります。ですが、著者はいわゆる医学部教授のコメントだから、信頼に足るという考え方は的外れであると、本書で強調しているんです。 直近の例で言えばコロナ報道が典型的ですコロナ報道では様々な医学部教授がテレビに出ていましたが 医学部教授だからといって全員がコロナについて正確な情報を提供できるわけではありませんこれが最大の誤解あるいはテレビの意図的な歪曲だと著者は指摘します例えば医師にはそれぞれ専門があって呼吸器内科腎臓内分泌内科というふうに細かく区切られた部分だけを専門にしているのが普通なんです 全体を俯瞰して診察するんじゃなく細かく区切られた部分だけを専門にしている医師にとって全体を俯瞰して診察するというのは難しいんですテレビは医学部教授たちの実情を無視して肩書きだけを利用して自分たちにとって都合の良い情報をコメントさせている場合が少なくないと著者は指摘しているんです また、テレビにとって都合の良い情報を意図的に報道しているというのもよくあるケースです。テレビにとって都合の良い情報とは視聴者が疑問を抱くことなく、そのまま飲み込めるように加工された情報のことです。この加工の最たるものが比較の拒絶であります。 例えば、昼間のワイドショーがしばしば特集する社会問題の一つに、待機児童問題があります。待機児童とは、保育園や幼稚園などの施設に入りたくても入れない子供たちのことで、テレビの大好物のネタです。例えば、次のような報道がよくされています。 待機児童の数は今、全国で約2万6千人にも上っている。こんな状況で、どうやって共働きの両親は、子育てをすればいいのか。また、二人目の子供を作ることを考えても、保育園や幼稚園に入れないのなら、躊躇する人も多いはずだ。こうしてますます、日本の少子化が進んでいってしまう。これは今最大の問題だ。こんな風によくテレビで取り上げられているわけなんです。このように報道されてしまうと、確かに、 待機児童問題というのが非常に大きな問題だと感じられるかもしれませんが、数字やデータというのは比較しなければ意味がありません。 テレビはいつでも単独の数字やただ一つのデータを強調しますが数字やデータは比較して初めて意味を持つんです待機児童の数は全国で約2万6000人という数字のインパクトは確かに衝撃的ですがここに比較のための別の数字を試しに並べてみましょう特別養護老人ホームの待機者は全国で約30万人に上っていますさてどうでしょうかこれでも テレビがしきりにに報道するるように待機児童をめぐ問題が最大でしょうか、ょまあ最大かどうかはさておいたとしても数字を並べて比較してみれば少なくともそれだけが大問題とは思い込む人は減るはずであります。ぜひ皆さんもテレビがよくやる手法である単独の数字やただ一つのデータの強調には注意してください。 また当然のことながらテレビ番組というのは広告費を払ってくれるスポンサーがいなければ作ることはできません。 ですから企業やスポンサーなどに都合の悪い情報を発信することなどできるわけもありませんさらに日本の社会というのは本当に利権とか既得権益にまみれております日本の社会は本当にさまざまな利権や既得権益が絡み合っていてあそこには触れてはいけないここのことを言われると都合が悪いという部分が多すぎるため 当然テレビでもそういった情報を流すことはできませんし意図的にそういった部分に都合の良い情報を流したりもしますまあこういったことを考えてみれば自然とねテレビで本当のことなんて言えるわけがないということに気づけるでしょうそれでは2件の内容をこの辺でまとめておきますポイント1 テレビには体や脳、心に与える壊滅的な影響だけでなく、テレビの情報は間違いだらけであるという大きな問題点もある。特に老年精神医学の専門家である著者からすると、コロナ自粛に関するテレビの歪んだ報道は大きな問題であり、高齢者がこの報道の最大の被害者となった。ポイントにさらに、 テレビで刷り込まれる情報は質の低いものばかりである著者は昔よくテレビに出演していたが情報の低さに絶望し次第にテレビ出演を避けるようになった実際著者は番組を作っている人々にとって都合のいい話だけをするように要求されたり都合のいい情報を医師である著者のコメントとして番組で放送したいと求められた ポイント3またテレビには時間的制約や編集という問題もある発言が短く編集されてしまうため正確に言いたいことが伝わらなかったり誤解を招いてしまうまた制作者側の言いなりに無責任な発言をするコメンテーターや視聴者が疑問を抱くことなくそのまま飲み込めるように加工されたテレビにとって都合の良い,い情報を意図的に報道しているケースにも注意が必要である それでは次3言で、それでもテレビを捨てられないあなたへ、脳と体を壊さない、付き合い方を教えようということを解説していきます。さてこれまでテレビの悪影響についてずーっとお伝えしてきました。 今までの話に納得していただいて、よっしゃ、これからはテレビを見ないようにしようということで、テレビを取り除くことができればベストではありますが、なかなか急にテレビを見ない生活は辛いよと、そんな方もいらっしゃるでしょう。そういったテレビが捨てられない方に向けて、脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方を最後にアドバイスとして送りたいと思います。具体的には次の3つです。脳と体を壊 上手なテレビとの付き合い方1絶対にぼーっと見ることだけはやめる2テレビを見るなら刺激的なテレビ番組を見る3 テレビののの代わりに脳への刺激が抜群のラジオを聞くではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきますまずは一つ目の脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方絶対にぼーっと見ることだけはやめるについて解説していきますさて皆さんご存知の通りテレビというのはついついぼーっと長時間見てしまいがちですですがぼーっとテレビを見ていることほど健康に悪いことはないんですテレビ テレビが手放せないという人であってもぜひぼーっと見ることだけはやめてほしいと思うんです言い換えるならば適当にテレビを見るんじゃなくて自分が見たい番組だけを見ましょうねということなんです一番いいのは本当に見たい番組を厳選して録画してみるということでしょう そうすればなんとなくダラダラと朝から晩までテレビを見てしまう生活をやめてテレビの前を離れる時間を作ることができます。おそらくテレビを見る時間が長い人というのは本当に見たくてその番組を見ているわけではなくただなんとなくダラダラと見ているだけでしょう。 だから本当に自分が見たい番組をこれとこれとこれといった風に厳選してみればテレビを見る時間をだいぶ減らせるのではないでしょうか。また本当に見たい番組を厳選することに加え誰かと一緒にテレビを見るというのもおすすめであります。例えば テレビのあるいはたまにはスーパー銭湯に行ってテレビを誰かと一緒の空間で見るのがおすすめです。速報が入れば周りの人がいろいろな感想を言うのが聞こえてきますし野球中継ならば歓声もあるでしょう。 テレビを一人で無表情に見るより誰かと同じ空間で見る方が脳にとっては刺激になるんです友達と一緒に議論しながら見たり夫婦で一緒に喋りながら見るというのも良いでしょうとにかくねどんな方法でもいいですからテレビをぼーっと見るということだけはまずやめてほしいんですさていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方絶対にぼーっと見ることだけはやめるについての解説 を終わりににし次に行きますそれでは次2つ目の脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方テレビを見るなら刺激的なテレビ番組を見るについて解説しますさて年を取るにつれ私たちの意欲はどんどん低下していきますこの意欲の低下は40代から始まっている方もいますこの問題の難しいところは多くの場合 自分の意欲が低下しているということに気づけないということなんです。衰えや老化の最大の敵は、この意欲の低下といっても過言ではないので、意欲の低下にどう対処するのかということが極めて重要です。意欲をかきたてるには、ズバリ、その原動力となるドーパミンなどの神経伝達物質が必要です。 そしてドーパミンを出すためには外部からの刺激を強化するしかありませんそのための近道はズバリ刺激的な生活を送ることであります刺激的な生活を送ることで意欲の低下を予防しいつまでも若々しさを保つことができるんですでは 刺激的なテレビ番組にはどんなものがあるでしょうか著者はテレビ番組で高齢者に刺激を与えられる番組があるとしたら、焦点が最後の砦であると言います。他のお笑い番組では高齢者を笑わせることはできないでしょう。焦点を見て刺激を大いに受け、ガハハ,ハと笑う。 この笑うというのも非常に重要であり、笑うことによって免疫力が活性化し、ストレスが発散され、健康長寿につながるんです。またできれば テレビだけでなく劇場に実際に行くこともおすすめです。友達などと実際に劇場に行って本物の芸を見て一緒に笑う。これは特に高齢者にとって健康にとても良い効果がもたらされる行動なんです。それではここまでで二つ目の脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方。テレビを見るなら刺激的なテレビ番組を見るについての解説を終わりにし次に行きます。それでは次三つ目の 脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方テレビの代わりに脳への刺激が抜群のラジオを聞くについて解説していきますさて著者は テレビは悪いがラジオは脳への刺激が抜群であり最高であると言いますだからテレビを見ないのが寂しいよという方はラジオを代わりに聞いてみてはいかがでしょう視覚的な効果に頼るテレビとは違って聞き手の想像力をかきたて脳を刺激してくれるというのがラジオの魅力ですラジオはテレビに比べ想像力を必要としますただ外から入ってくる情報をインプットするだけでなくその情報に対し能動的に 想像力を使うというのは 脳の老化に対し大きな効果が期待できるんです。またテレビと違い、出演する著者の立場から言うと、複雑な話題でもきちんと丁寧に説明できるのがラジオの素晴らしいところだそうです。テレビ番組は短くて15秒、長くても1分以内でコメントしなきゃいけませんが、ラジオでは短くても5分、8分、長ければ20分程度のコーナーまでもらえます。それだけあれば、例えば高齢者をめぐる問題についても、 としてじっくりコメントすることがでできるんですこういった観点からも何か一つをじっくり学びたいと思うのならばラジオの方が適していると言えるでしょうさてどうでしょうか脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方を3つほどご紹介してきました こういった付き合い方を参考にし、ぜひもう一度テレビと向き合い直してほしいと思います。また、個人的におすすめの方法が、とりあえず一回テレビを撤去してみるという方法であります。今、あなたのリビングなり、寝室なりにテレビがあると思います。テレビがあれば、やはり人間、 ポチッとついつい無意識にスイッチを入れてしまいます。ですから一度撤去して視界に入れないという方法を試してみてほしいんです。そしてテレビを撤去してみて自分がどのように感じるのかを確かめてみてほしいです。おそらく2パターンの人がいるでしょう。一つ目のパターンはやっぱりテレビがないと寂しさを感じてしまうパターン。もう一つのパターンはテレビがなくてもあれ全然平気じゃんというパターンの人です。テレビがなくても 全然平気じゃんという人はこれまで見たくないものをなんとなく見てきたということですからテレビを撤去して大正解ということになりますおそらくこちら側のパターンの方が多いのではないかと私は推測しておりますそしてやはりテレビがないと寂しいと感じてしまった人ももう一度テレビを戻せばいいだけですからぜひ一度 押し入れとかタンスの奥にテレビを封印してみましょう。それでは3言の内容をこの辺でまとめておきます。ポイント1脳と体を壊さない上手なテレビとの付き合い方を3つ紹介しました。1つ目は絶対にぼーっと見ることだけはやめる。2つ目はテレビを見るなら刺激的なテレビ番組を見る。3つ目はテレビの代わりに脳への刺激が抜群のラジオを聞くことでした。 ポイント2また個人的におすすめなのはテレビを一度撤去してみることである本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました